山梨放送アナウンサーの森田恵美です。皆さんは山梨エルミンご存知でしょうか。可愛らしい名前ですよね。あの女性の活躍推進に取り組んでいたり、女性が働きやすい職場作りをしている企業を県が認定する制度なんですよね。今日はですね、その山梨エルミンの認定を受けた笛吹市の企業にお邪魔してきました。詳しくは6月7日放送の全身山梨で詳しく放送しますのでご覧ください。